3月20日月曜日の全国の天気をお伝えします。広く晴れて春の陽気が続いていきそうです。まずは予想天気図を確認していきましょう。日本付近は高気圧に覆われていき、日差しが届くところが多くなりそうです。お天気の流れも確認していきましょう。前日から雲が残る秋田周辺では午前を中心に雲が広がり、にわか雨の可能性がありますが、次第に日差しが届いていきそうです。高気圧が東に移動していくと、高気圧の縁を回って湿った風が南から流れ込みやすくなります。九州や南西諸島では雲が多くなっていきそうです。特に南西諸島では本島を中心に、沖縄本島を中心に雨の降りやすい天気となっていきます。一時的に雨の降り方が強まる恐れがありますので、空の変化にはお気をつけください。また九州南部でも夜遅くは雨の降る可能性がありそうです。気温の予想も確認していきましょう。朝は冷えるところが各地多くなっていきますが、昼間14時頃の予想を見ていきますと、15度を上回るところも多くなりそうです。前日よりもさらに気温が上がるという地域も多くなっていきます。昼間は春の暖かさを感じられそうです。21日火曜日以降はすっきりしない天気となるところも多くなっていきますので、明日の日差しもぜひ有効にご活用ください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。